牛の強さは少なの指何本分じゃ。甘く見積もって8、9本ってとこかな。小学生なら5、6本ってとこかな。いや、なんで少なの指より小学生の方が特急なんだよ。小学生の柔らかい弾力にパリッとした食感はね、カッパエビセンより一度食べたらやめられない止まらない美味しさだよ。漏れなく生でそのまま食べても美味しいとか、少なの指より特急さ。それに私はね、水の次に小学生が人類にとって大切だと思っている。男の子が生まれたらエッセン、女の子だったらシャウがいい。小学生純愛すぎて草声の花火。ジョーゴも小学生信者にならないか。食えばわかる思考の領域に近い。わしは加工食品絶対食わん。生鮮食品だけを食べてこそ真の人間だ。真の人間なんだジョーゴ。人間になりたかったのかい。いや、そういうわけじゃ。俺が向いてんぺんで人間に改造してやるよ。いや、だからそういうわけじゃ。向いてんぺん。最後まで話聞けよ。真の人間っていうのは人間の地位とかそんなところじゃ。人間になりたかったわけちゃうわけ。小学生ぐらい食べちゃいたくなる可愛さ。小学生に例えるのやめろ。たしまいざこうとがりあう女子ごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃマイクはジャンスケー。今はただ歯磨きに感謝を。